デュオからメンズ専門商品出たぜ。どうもマサックです。デュオからメンズ専門デュオメンシリーズが登場しました。前回デュオザウォッシュバーンご紹介したんで、今回はこちら、デュオメンザオールワンローション、つまり化粧水をご紹介しようと思います。ゴールデンウィークです。彼女は遊びに行って、僕は友達がいないので一人撮影頑張ってます。この動画では特徴、どんな人におすすめなのか、使い方とか頻度、価格、そういったところをですね、徹底的にレビューしようと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。早速結論、個人的にはかなりおすすめできるぜ。細かい成分に関してはね、素人なんであんまり言えないんですけれども、今のところ使い勝手かなりいいでございます。とにかく化粧水の伸びがいいんですよね。彼女が使っている韓国コスメ VT の鹿の化粧水とか、スーパーヒアルロン酸のそのスキンブースターという化粧水があるんだけど、それねたまに使わせてもらってるんだけれども、特にですね、スーパーヒアルロン酸のスキンブースターのね、化粧水の伸びがすごく良くて、それに匹敵するぐらいね、このね、デュオメンザオールインワンローションのこの伸びが、そしてこのなんか保水率というかね、プルプル率がすごくいい。今のところ肌感覚で言うと、浸透率でいうところをすごくなんとなく感じてますね。で、同じくね、このメンズラインのディオメンズウォッシュバームと併用することによって、よりね、相乗効果期待できるんじゃないかなっていうのは正直なところと思います。これを使って、これで締めて、翌朝肌の状態を見たところ、なんか今までね、朝寝起きですぐ洗顔するんだけど、明らかに今までよりもプルプルというか、こうスベスベというか、もちもちっていうか、なんか違うなっていうのは衝撃的でしたね。まあこれがディオならではなのかな。なのでちょっとね、ディオメン結構買ってよかったかなっていうのは今のところでは思っております。だいぶ期待していいんじゃないでしょうか。デュオメンザオールインワンローションの特徴なんだけれども、まず何と言ってもメンズ専用でかつオールインワンの化粧水が出たっていうところに対して嬉しいポイントではないかなと思いますね。さらに成分的なものとか使い勝手に関しても、例えば特徴的な肌ケアの成分が7つ入っているってところと、1つで3役カバーできるところと、2ステップで時短のスキンケアができるところと、6種類の精油がブレンドされてますよっていうところと、4つのフリー設計されてますよっていうところが特徴的かなと思いますので、それぞれ1つずつ掘り下げていきましょう。まず1つ目、特徴的な7つのケア成分ということなんですけれども、デュオメンザオールインワンローションには話題の歯科成分を中心に、ツボクサ、ローズマリー、カモミール、黄金などの肌ケア成分が配合されています。なので潤いにあるお肌にして、かつ毛穴の引き締めですとか乾燥対策にも一役買いますよっていうような感じになりますね。で、今現在、まあ俺はこのニキビとかそういった肌トラブルみたいなところは特にないので、まあ予防策としても一役買ってんじゃないかなと思います。ちなみに歯科成分っていう、その歯科って何かっていう、そのツボクサのハーブエキスを抽出したものになりますね。なので、まあツボクサのその成分が入ってるんで、まあ歯科の成分が配合されているっていうことでしょう。で、続いて2つ目、これ1つで3つの役をカバーするってことなんですけれども、これオールインワンローションなんで、化粧水、美容液と乳液のお役目を買っております。まあ、ズボラだし物多いの俺嫌いなんで、まあ、そういった自分にとってはこの一つで3役できますよっていうのは、まあ、かなりおすすめポイントというか、かなりいい印象を受けますね。同じくズボラな、男の人にとってもこれおすすめかなと思います。3つ目、2ステップで簡単時短スキンケア、このバームを併用すれば、バームで夜洗顔してお風呂上がりにこれで使って肌保湿すると、まあ、そのたったの2ステップでお肌の環境を整えてくれるっていうような効果があります。これもね、ズボラな自分にとっても非常に楽です。で、さっきも言ったけれども、個人的に一番驚いたのが寝起きの洗顔の時の肌の状況ですね。今までこう普通に、例えば今までがこうシャバってやってこうグッぐらいだったのが、シャバスル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 、あれおかしいぞ、あれもしかしてっていう、そんな感じの驚きを得ました。毎晩のそのお風呂上がりのスキンケアも楽しくなるし、毎朝のね、その肌の状態っていうのもちょっとね、これから楽しみになってくるかなと思います。で、次に6種類の精油がブレンドされてるってことなんで、まあオレンジですとかラベンダーとかで精油が使われているそうなんで、どちらかっていうとね、これ柑橘系の香りがします。さらに4つのフリー設計っていうことで、まあ、フリー設計って何つやってことなんですけど、アルコールフリー、合成香料フリー、合成着色剤フリー、さらにパラベンフリーとなっているので、まあ、全ての人にね、これ刺激がないよっていうことではないんだけれども、肌の刺激に弱い人にとってもなるべく安心して使えるような設計にはなっているっていうところなんで、比較的誰でもね、こう参入というかチャレンジしやすいものではないかなと思います。で、実際に自分もね、アトピー性皮膚炎なんで、どちらかというとこう刺激に弱い肌の持ち主なんですけれども、実際に使ってみたところ、アトピーとか10人と色なんで、必ずしも大丈夫とは言い切れないんですけど、アトピーの自分が使っても今のところ大丈夫な状態になっています。はい、特になんかヒリヒリしたとか刺激的だったっていうところもないですね。使い方なんですけれども、使い方は普通に変わらんですね。普通の化粧水と。公式サイトによるとこれ4プッシュしてくださいってことなんですけど、4プッシュするとだいぶ多いんですよ。まあそれぐらいね、こうたっぷり保水しなさいってことだと思うんですけど、かなりこれをちょっと押すとね、飛びが随分すごいんで、勢いがすごくいいんで、だいたい自分の場合今2プッシュぐらいでやってます。もうすぐほらこうやってこぼれちゃうから、ちょっとね、2プッシュぐらいがいいと思う。こんな感じ。ゆっくりこう当てる感じかな。こうやって擦ったりはしないかな。で、ちょっとだけこう下から上にですね、毛に逆らうようにして、こうなんか毛穴にこう化粧水入れていくようなイメージで自分の場合やってますね。で、しっかりこう浸透させていくみたいなことをやってます。なんかもっと効果的なことあったら教えてください。ちょっと手に余ったやつはね、なんかその体になんかスベスベとか、なんか首にスベスベとか、こう耳の後ろとかスベスベとか
やってます。で、ベタつきなんだけれども、まあ、ちょっとしっとりするかな。そこまで気にはならんけど、この後何かこう物をいっぱい触るとかスマホいじるとかってなってくると多分こう後はつきやすい可能性あるから、その場合はちょっと手洗った方がいいかもしれないね。ベタつきはほんの少しこう気になる程度ありますかね。でちなみにこちらの画像なんですけれども、腕にナチュリーの傾き化粧水とディオメンザオリーブローションを垂らして結構こう1分ぐらい様子経った時の写真なんですけど、まあ、傾きが左側なんですね。で傾きの場合だとなんかまだねちょっとこう水滴みたいな感じになってるんですけど、ディオメンザオリーブローションの場合だと、まあ、ちょっとねこのようにこう浸透しているような形になりましたね。はい、水滴からもうこう徐々にこうじわじわじわって水滴、浸透しているような感じで、まあアルコールフリーなんで蒸発みたいな感じで揮発しているのかなっていうのは多分ないと思うんで、まあこう浸透している感じにはなってんのかなと思いました。まあ素人目なんで一概には言えないんでちょっと申し訳ないんですけど、で最後にこのデュオメンザオールインワンローションのまあ値段ですね。通常価格が税込み3630円、ちょい高めだ。でこれもまたですね、デュオのお決まりの定期購入プランになると初回は 50% 安い1815円、で2回目以降は 20% 安い2904円、そして送料は全て無料。初回お届け分のみ、商品開封済みでも商品が届いた20日以内であれば全額返金が可能になってますね。まあ細かい条件他にもあるんでよかったら概要欄で見てください。とはいえね、かなりメリットのある定期購入プランおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、定期購入本当やだな、でもちょっとこれ使ってみたいなって思う人であれば、まあ最初はね 50% 安くて次が 20% 安く購入できるんで、まあ、1815円プラス2904円っていうところで、まあ、4700円ぐらいで2本分購入することができると考えれば、それ以降をまあちょっと定期購入やめようって思えば、まあ、普通に通常価格で買うプラス1000円ぐらいで2本分手に入れることができるんで、やっぱりまあ定期購入プランの方がおすすめなんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回はデュオから出てきたメンズライン、メンズ専門の商品デュオメンシリーズからデュオメンザオールインワンローション化粧水をご紹介しました。合わせてねこのデュオメンザウォッシュバームですね、これ併用すると、まあ、かなりおすすめかなとは思います。でこっちのバームに関しても違う動画でご紹介しますので、よろしくもし興味があればこっちを見てください。でまあバームにしてもこの化粧水にしても個人的にはデュオの黒をずっと使ってたんですけれども、まあそれと同じくらいおすすめはできるかなと思います。実際にどれくらい毛穴の綺麗になっていくのかとか、なんかこう1ヶ月ぐらい使ってみた感想っていうのはまたね後日ご紹介できればなと思いますので、まあ、ぜひ見てください。ちょっとねライト限界きましたね。はい、切ります。もしよければいいねですとかチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。